この状態でこう首だけこうグニグニってこう動かさなきゃいけないんだけど、それがもう難しすぎてね、結局無理だったんだけど、ちょっと乗せちゃいました。ありがとう大将さん、カルビさん、ビクポワさん、ありがとうございます。猫さん、ありがとう。ユッキーさん、キラさん、ピカルン、フジモンさん、カンちゃん、オサピーさん、虹色さん、ノブさん、ありがとう。野良犬さん、ポップマスターさん、キュイーンさん、アサミさん、ありがとう。あら、これない方がいい？でもいいか。ブラッチさん、ありがとう。ヤブさんの動画見ました。大平さんの顔とひなおさんの歌声に癒されました。あ、昨日あの矢吹さんが載せてもらってたやつですか。ありがとう、聞いてくれて。いや本当に大平さんいつもこう優しく言ってくださってね、ありがたいです。本当に。おてむちゃん、ハンドムさん、まみしばさん、ハムちゃん、ありがとう。ちょっと曲が癒しすぎる。どう、曲変える、どうしようか。さとちゃん、ひらがなのかずさん、しんいちさん、あまとうさん、ありがとう。お疲れ様、今日も。キングつばささん、ダーシャハさん、ときびたさん、たけぞうさん、ありがとう。きなこパンをテレビで見たけど食べたことなくて。あ、あるよ、コロボ。きなこパンはね、給食で出てたよ。美味しかった。ない？コロボ。スエさん、ありがとうございます。ありがとう。愛媛も寒い。愛媛寒いか。今日寒かった、本当に寒かった。今日もうびっくりでした。ん、ユーマさん、初見さん、ありがとうございます。ローマ字のユーマさん、嬉しい。ケンスケありがとう。いや、そう言ってくれて嬉しいわ、ありがたいわ。いや全然、なんかあの、なんかこうマネージャーさんにさ、ちょっとお手本みたいな感じで見せてもらったんだけど、どうやってんのか分かんなくて、見てもああなっちゃいました。シンジさん、ローマ字のマサさん、ユッキーさん、おひつりさん、ありがとう。花からさん、かわいい、ありがとう。のりたま、ありがとうありがとうございます。ポップマスターさん、イズキュン、ありがとう。クラッシャー、クラッシャーのぶさん、ありがとうね。染一郎さん、ブルームーンさん、リュウさん、ヨシイパパさん、お、キラさんもありがとう。嬉しい、そうやってくれて。マッコイさん、ブル、待って、プルートさん、サリーさん、お疲れ様。ふっ、喉に何かいたわ。まーちゃん、ありがとうございます。竹山めいちさん、ありがとう。今日もコシさん、いらっしゃい、ありがとうございます。あ、見てくれてありがとうありがとうね。まみしばさん、プチ、ありがとうございます。嬉しい、見てくれてありがとう。カニさん、エイジさん、ひろゆきさん、ブレイブさん、いらっしゃい。そうそう、つばささん、首振りのやつです底辺生活さん、いらっしゃい、ありがとう。さとしさん、ありがとうございます。ちょっと元気っぽい曲に変えよう。お、よしさん、あら、ありがとう、嬉しい。え、難しいよね、花からさん。え、やったことある？ HK さん、ありがとうございます。スコールさん、トゲ、ありがとう。何か美味しいもん食べた。今日はね、お昼はあ、カキフライ定食、ごちそうになりました美味しかった。スコールさん、カタカナのマサさん、ありがとうございます。え、明日雪？雪の予報だって。やびー、明日雪の予報なんだ。お願いだから。あ、でも積もるんだったらいいかも。ちょっと積もってみてほしい大変だけど、
った。あんま積もってるの、雪が積もってるところをゲレンデ以外で見たことなくてね。そうなの、見てみたい。カタカナのマサさんいらっしゃい。なりたまプチありがとうございます。そうそうそう、あの撮ってくれてたのはあのマネージャーさんの TKD さんだったんだけど、もう1ミリも動いてなくてすごかったよね、あれ。そうなの、すごい。今日のイヤリング、あ、ありがとう。今日はね、新しいイヤリング、マグネットイヤリングって言って、なんかね、マグネットで、知ってます？マグネットイヤリングってこれ、ポンってね、マグネットでひっついてるんですよ。だから裏にこのマグネットがあって、見えるかな、これをマグネットを耳の後ろにこうやってシュッてやって、ここもマグネットだから、こうやって耳をこう挟むと磁力でくっつくみたいなイヤリング、すごくない？知ってるかみんな。これね、この後ろのやつなくしやすいんですよ、めっちゃ飛んでいっちゃったりする。なおさんも見てくれてありがとうございます。あれ、首どうやるんだろう。パントマイムと勘違いしただって、これじゃろ、これパントマイム。のりたまさんありがとう。曲良き、あ、曲良かった、ごめん、ちょっとなんかポップな感じにしちゃった。今日さ、あの配信終わったらちょっとだけ TikTok も配信しようかなと思ってて、よかったらお待ちしてます。あ、そうなの、リラックもお疲れ様。今日もどこ行ってるの。ダーシャハさんお疲れ、ありがとう。ひろひなさんありがとう。お、ハムちゃんきなこパン大好きでした、だって美味しいよね、きなこパン。お、くーちゃん今日もありがとうございます、ありがとね。のりたまさんプチありがとう。あれ、まささん、お供はかごめ春のフルーツ。あ、昨日飲んだやつそれ、え、なんだっけ。いいね。むらぴーさん、こえぽんさん、じゅんやさん、まだおさん、バンクーバーさん、かいやさん、キョムさん、こんばんは、ありがとうございます。ありゃ、ゆうまさん嬉しいな、ありがとう。ローマ字のきなこパン小さくてテレビでは30円だったなりよ。え、安っ、そんなんやったっけ。どこで売ってるん。バリンチュさん、アルポポさん、ありがとう。フジモンさん、2シュートカウントありがとう。大将さん、セミありがとう。珍しく街頭インタビューされた。え、そうなの。普段は見た目でティッシュ配りの人にも避けられちゃうのに。え、どんな見た目だ。あ、そうか、なんだっけ、あれ、あれだよね、あの、なんていう名前だっけ、あのワイスピの人なんだよね。何インタビューされたんだろう。あれは本当、ポップマスターさん、電車が人身事故で遅れた。明日の東京は曇りのち夕方晴れ、朝晩が寒い。ありがとう。そっか、まあ、でも雨降らないのは嬉しいな。ようちゃんお疲れ様、今日もありがとうございます。ファントムさん、神ありがとう。神おさぴーさん、かわいい、ありがとう。今日も道ひでさん、あ、見てくれた、 TikTok ありがとう、嬉しい。さかぴーさん、キスノートさん、ありがとう。キラさん、プチありがとう。今週原稿を読む仕事があります、緊張せず噛まずに読むアドバイスお願いします。すごいね、原稿を読む仕事があるの、キラさん。噛まずに読む、そうですね、なんか単語単語の意味をちゃんと考えながら言葉にしたら割と噛まないなって思います。最近緊張しても書いてあるのをね、そのちゃんと意味を単語単語で感じながら話すとすっきりいくなって自分では思うんですけど、どうでしょうか。
ケンスケレインボースター、ありがとう。まさみうらさんいらっしゃい。え、トゲ本当一緒じゃん、カキフライ定食食べたよ、だって本当ですか、本当。ひなぼうのありがとうは独特のイントネーションで可愛い。え、どんな感じで言ってるっけ私。ありがとう、ありがとう、とうってこと。マスターさん、センパパさん、ありがとう。つもってユキーさんが言ってる。つも。デスクワーク多いので首凝ってて筋肉ほぐそうと動かしてたらいつの間にかエソレーションこれになるんだ。え、すごいじゃん、花からさん教えてよそれ。リコパパさん、ありがとうございます、ありがとう。ひできさん、もろいざ、わなげ名人さん、ありがとう、嬉しいよ。まめしばさん、セミくーちゃん、よしんこよしんこ、なるまめしばさんよりくーちゃんに。うわー、ポップマスターさん惜しい、中連まであと一歩。お、ツナさんいらっしゃい、ありがとう。そうそうそう、血行もね確かに良くなるんだけどね、なんかね途中からちょっと痛くなるんですよこれ。だから配信中もちょっと痛くなったら外すかもだけど、我が輩は猫であるさん、いらっしゃい、ありがとうございます。そっさおばばさん、ピアス風にできるっていうね、イヤリングで。ドナルドさん、2シュートカウントありがとう。底辺生活さん、1シュートカウントありがとう。今日は3週無理なんで44分後2週目いきます。ああ、ありがとうございます、ゆっくりしてください。金ちゃんさん、ありがとう。マサ31さん、おっありがとう、癒されることとしますって。ユッキーさん、セミ、あ、ありがとう、新しい TikTok 見てくれて。お、キラさん待ってます。タックさんこんばんは、ありがとうございます。オッキーさんこんばんは。紅茶に誤ってコンビニおにぎりを落としたら意外と美味しいおかゆになりました。え、何しとるオッキーさん、本当に。え、ま、でもそれは甘くない紅茶だったのかな、ならまだいいかもしれないね。紅茶におにぎりは美味しいのか。のりともキラキラ、ありがとう。バリンチュさん、フローだ、早い、ありがとう。急転直下消えてくストーリー、明けない遅延、バイバイマイスイデイツ、コンパスなんて当てになんない、ありがとう。なんか今日は声が割れ気味だな、これぐらいにしようか、これぐらいにしたらいい感じかな。あーよいしょよいしょ。ローマ字のマサさん、こんばんは、ありがとうございます。待って、この大文字 M が大文字の。とろけるさん、セミ、ありがとう。今日もひでゆきさん、フル、ありがとう。今日もあなたを想いがいいな、彼方の恋は今、そういや聞こえばいいが、堀さん、こんばんは、ありがとう。堀さん、若井さんいらっしゃい、ありがとうね。え、新一、腰が悪くて足がしびれるんだって、大丈夫か。カウントありがとう。若井さん、レインボースター、ありがとう。吉彦さん、え、本当嬉しい、ありがとう。吉彦2さん、
若いさん、レインボースターありがとう。ブンブンさん、サムワンさんいらっしゃい、ありがとうございます。つるりんだるまさん、おかむさんありがとう。寒いね、本当に寒い最近。アマトーさん、神ありがとう。サテンさんいらっしゃい、ありがとうございます。おお、ボブマイスターさん、すごい。そりゃお母さん喜んだやろ。母が風邪っぽいのでアマゾン加湿器、アマゾンで加湿器買って送りました。8割引き、めちゃくちゃ値引かれてる。大将さん、なるほどね、そんなこと聞かれたんだ。お猿さんいいな、なんかそれを聞いて私も熱めのお湯に入りたいよ。今日寒かったからね。エイジさん、セミありがとう。2シュートカウント。グッチフルありがとう。今日もさっき神散歩見たけど、あ、虹色さんありがとう。神散歩嬉しい。松山市は韓国料理ブームなのって。え、どうなんだ。確かにね、あの韓国料理とかタピオカとかめっちゃ多いんですよ、松山。最近ブームかも。確かにみんな好きなのかな、韓国料理。なおさん、セミありがとうございます。松山でグリーンカレーの美味しいところ見つけた。ペンギンホテル、え、どこだっけそれ、聞いたことある。おひなはグリーンカレー好き。あ、好きよ、たまに食べるよ。はるかさん、いなっちさんいらっしゃい、ありがとう。なんだっけそれ、花からさん、それ曲名聞いたらわかる気がする。フルありがとう。今日もフジモンさん、フルありがとう。フジモンさん嬉しい。ブラッチさんも2週ありがとう。ブラッチさん、ナオさん、兄さんさん、シンジさん、カミーカミーありがとう。ヨッピーさん、フル今日もありがとう。ケンスケ、フルありがとうございます。ところでお母さん、どうしてお母さんは毎日配信やることを勧めてくれたの。どうして、真意を聞いたことはありませんが、昔からなんかこう一度始めたものは続けなさいという教えがあったからかな。あの習い事とかね、やめたものもいっぱいありますけど、とりあえず続けなさいと、続けることが大事だというふうに教えがあり、育ってきたからですかね。のぶさん、フルありがとうございます。あ、言ったかこれさっき。ジップさん、あ、ジップさんこんばんは、ありがとうございます。明日ね、雪降るかもしれないってね、聞いたよさっき、関東の方で。お、キラさん、ぜひぜひやってみて、頑張ってね。大将さん、おぼぼさん、フルありがとう。大将さん、あまりの寒さに今日からヒートテック着ちゃいました。ひなおちゃんも使ってる。あ、使ってる。最近重宝してます、ヒートテック。あったかいってことにやっと気づいたんよ。今までね、ヒートテックあんま着てなかったんですよ私。こんなにあったかいものだとは知らずに。お仕事行ってらっしゃい。ファインさん、清水さんありがとう。ひろひなさん、バラありがとう。若いさん、プチありがとうございます。こんばんは。豚ロース生姜焼きを作り食べてます。え、えら、生姜焼き作ったの。お、花からさん、神ありがとう。神嬉しい。ワンガンさん、セミありがとうございます。セミとカウント、今日もロンロンのイベント頑張ろうと。あ、言ってたね。どうですか、サンマの調子は。私もやりたい。以前やってたやり方ができなくなってる。
え、嘘、本当？カウント、我が輩は猫のアラさん、カウントできないって。カルビさんフル、今日もありがとう。カルビさん、ヒロポンさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ヒロポンさん、アントワンヌさん、ちゃんと私リュート入れるところ、そうなんだよ、もうやっぱり本家の方とは似ても似つかないようなダンスになってしまったので、ちょっと私リュートを書かせていただきました。今日の動画何回かこう撮り直したんですけど、うん、くーちゃん、いつでも待ってます。こしさん、2シュートカウントありがとうございます。やにゃっほーさん、こんばんは、ありがとう。にゃっほーさん、こいぽんさん、サイリウムありがとう。秀幸さん、音符ありがとうございます。たかぽんさん、こんばんは、ありがとう。はじめまして、たかぽんさん、はじめましてかね。お、むらちん、こんばんは、フルまでありがとうございます。いってらっしゃい。みゃおこうちゃん、みゃおこうちゃんさん、ありがとう。すえさん、プチありがとうございます。昨日言ってた年賀状受け取れた。そう、ごめん、なかなか受け取れずに。今日ね、マネージャーさんに会って、でマネージャーさんに年賀状いただいてもいいですかってお話ししたんですけど、すれ違いでマネージャーさんが置いてきてしまったと。で、私もね、当日言ったのがいけなかったんですけど、明日、明後日か、明後日のお仕事の時に持ってくるねって言ってくれてます。もう米もう1月終わっちゃうんだけど。そうなのよ、家族メッセージ午後島写真付きなんだ。家族みんなで書いてくれてる年賀状があったよってマネージャーさんから聞いて、スエさんも言ってくれてたよね。楽しみだ。千葉さん、いらっしゃい、ありがとう。マサさん、セミありがとうございます。おひなが最近幸せと感じるのはどんな時ですか？あ、あるある。ね、すべてのことが終わって、配信と TikTok 撮影とか編集とか全部終わって、で、基本夜中ですけど、その時はもう夜中全部終わった時に、至福タイムというのがあって、コーヒーかお茶、あったかいお茶を入れて、パソコンでアニメを見ながら一息つくという、これがね、本当に幸せ。一人でつぶやいてるもん、幸せって。ここでね、間接照明がね、ここにあるんですけど、それをね、ちょっと暗めにつけてね、で電気消してアニメ見ながらお茶飲む、それがね、一日の楽しみだ。我が輩は猫であるさん、カウントありがとう。嬉しい。よしまるさん、ありがとう。あ、ほんと？バンクーバーさん、セミありがとうございます。嬉しい。伊藤さん、こんばんは、ありがとう。伊藤さん、ようちゃん、カウントありがとう。おひなは柑橘とかアセロラとか酸味系のジュース好きなんかな。逆に酸味系のコーヒーは苦手。そうだね、酸味が残るコーヒーは好きだけど、苦味が深い方が好きかな。どっちも好きですよ、コーヒーは。柑橘系のジュースは好きです。リンゴ系のジュースも好きだけどね。お、豆柴さん、ローマ字のマサさん、フル
ありがとうございます。歩いて行こうのサビをくーちゃんに。歩いて行こう、歩いて行こう、僕は今を生きてゆくよ。傷ついても何度も信じたいよ、この手を、この日々を。ありがとう。ローマ字のマサさん、フルだ。ありがとう、今日も嬉しい。 T 赤さん、赤さん、いらっしゃい。トキキさん、ドーチマムテキさん、ありがとうございます。うわ、わかんなかったかも、花からさん、それわかんなかったかも、すまない。リュウジさん、こんばんは。ひらがなのリュウジさん、歌をうまく歌うコツがあれば教えてください。もう私も知りたいですけど、マスターさん、なんだろう、でも採点とかね、一人でねカラオケ行くときに採点とか入れて、同じ曲をやっぱり何回も歌ってると、なんかこうその曲のここがいかんのやとか、そうテンポが遅いんやってね分かってくるようになって、何回も歌ってると、でそういうのが染みついて、なんかこう一曲上手に歌えるようになると、なんか他の曲も自信つくよねっていうのは自分はあったかも。だから一曲をちょっとマスターするみたいな。ピルクルフル、今日もありがとう。ピルクル、ローマ字のマサさん、神、ありがとうございます。ユッキーさん、フル、ありがとう。ユッキーさん、雪だるま作ろう。雪だるま作ろう、自転車に乗ろう、ずっと一人でいると壁の絵とおしゃべりしちゃう。頑張れちゃんだ。寂しい部屋って柱時計見てたりするの。ありがとう。ヒロポンさん、来てくれてありがとうね。しんいちフル、ありがとうございます。うわ、腰痛体操をしながら配信聞いてます。お大事に。もうあんまり悪い女なら早く病院に行くんだぞ。ロボリンさん、いらっしゃい、ありがとうございます。愛媛雪降りますよ、ユッキーさん。でもね、積もらないよ、私がこう住んでる、まあ、中心というか松山の方というか、積もるとこもあるんですけど。愛媛、ユッキーさん、あ、間違えた、ヤックン、フル、ヤックン、ありがとう。だるまレンジャーもくれてる、ありがとうね。コンドルさん、いらっしゃい。おかきさん、バラ、ありがとうございます。ピカルン、フル、ありがとう。今日も、あ、お猿さんもフル、ありがとうね。何事も継続することはいいことです。それに比べて私すぐ飽きちゃうって。そうなの。そしたら私のこの配信にいつも来てくれてるのはすごくありがたいことだ。お猿さん、ありがとうございます。ファインさん、花束。ピカロン、お弁当箱、ありがとうございます。毎日配信頑張れ。徹子の部屋を超えるルームにしていきましょう。そうですね、何十年も配信毎日できたら本当に、ちょっとギネスとかないのかな、毎日配信ギネスみたいな。ファインさん、花束、ありがとう。まこ太郎さん、いらっしゃい。即答店さん、フル、ありがとうございます。ドリーマー、今を生きる自分自身に胸を張って、頑張ったって言えるように生きていたいさ、今を始めよう。
とう。お、堀さん、セミもありがとう。セミ、カノーさん、だるまレンジャー、コピー、ありがとう。ストレートくん、だるま、コピー、ありがとうございます。今日のお洋服はどんな感じ？今日はあのピンクのねワンピースです。だね、これの長い版。ちょっと寒いから上にカーディガンを着てって感じ。今日はひろひなさん、さかぴーさん、フル、ありがとうね。今日もスマホ変えました。5、6年ぶり。え、そうなの？どうですか、5、6年ぶりにスマホ変えたら結構変わってそうだね。かんちゃん、フル、ありがとう。かんちゃん、今日も、あ、タカさん、ティー赤さん、今日も可愛い、ありがとう、嬉しい。とろけるさん、カミー、ありがとね、嬉しい。コートクさん、こんばんは。おきおきけさん、いらっしゃい。あ、ハムちゃん、フルー、ありがとうございます。スターダスオーバーフロー、星屑が溢れて世界が破裂してしまう前に、ありがとう。お、体調、今日もありがとう。そうなんだよ、明日寒いんだって。怖いわ。ありがとう、体調も体調に気をつけてね。猫さん、ムラピーさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。いや、それなんだ、コロボ、ほんとに。年賀状、カビが生えてないことを祈るなりて。いや、ほんと、そんなレベルでね、ちょっとまだ見れとらんくてすみません。ワンガンさん、ありがとう、ワンガンさん。ワンガンさん、太鼓のおこま、ありがとう。ありがとう。虹色さん、ハート、ありがとうございます。ファントムさん、フル、ありがとう。ファントムさん、今日もやった。アマトーさん、セミとカウント、今日もありがとう。ファインさん、花束ありがとうございます。え、のりたま、そんな笑う？めっちゃ草生えてんだけど。あら、天使の奥もありがとう。誰だろう。いや、ほんと最高よ。ポップマスターさん、ナオさん、兄さんさん、フル、ありがとう。ファンミ行くのに飛行機チャーターするしか、え、午前無理かも。飛行機チャーターってなんだっけ。そうか、その一部二部制なんだけど、一部が早いんだよね。 WXYG 首振りでってどういうこと。てんてんてん、ダブルダレマジ、指番号スラッシュ、簡単ふ簡単ふ簡単ふ、クエスチョンマーク、白帽子黒帽子、ハート二重丸。この首振り。ブレイブさん、フル、今日もありがとう。明日松山でも雪が積もりそうな寒さ、やばいて、そりゃ寒すぎるわ。そうなんだ。ちょっとでも明日外にいる時多いかも。私、体調、セミ、ありがとうございます。ファンミの日は自分自身最大級のことやるので遠くから見守りますね。え、何するの？頑張ってね。そうなんだ。いや、キラさん最高だよね。ひろひなさん、フル、ありがとう。ひろひなさん、いやいや、ありがとう、逆にそう思ってくれて。いや、難しかったよ、首振りダンス。ノムさん、いらっしゃい。おだっちさん、こんばんは、ありがとう。エスプレッソも好きよ、みーパパさん、今日もありがとね。コーヒー系はね、何でも好きです。コーヒーゼリーとかも好きだし、あのよくデザートにあったら頼みますね。ダーシャーさん、ありがとう。サイリウム、虹色さん、フル、今日もありがとう、嬉しい。
わ、嬉しい。え、私もだよ、それを、それを言うなら。今この時間が至福って。私もこれめっちゃホッとしながら配信してるからさ。本当に、もうほぼ素だから私これ。だからね、本当に、こう、私のこう、つぶやきをみんなに聞いてもらってるというか、毎日。はい。コメントくれて、それに。で、星も、星やらい、たくさんいただいて。ありがたいです毎日。コーヒーに炭酸を入れたことある？ない。美味しいの？あのみかんコーヒーもあるよね。あの愛媛はみかんコーヒーもね売ってるんですよ。マサさん、バラありがとう。ローマ字の若井さん、セミありがとう。春夏秋冬の元ボーカルでマイナーマインドさんのライブを聞いて、そうなんだ。今年の春はどこに行こうかってやつの方ですよね。え、違う。なアンジュビオレさん、ビオレさん今日もありがとう。ピルクル、おもーちめっちゃいただいた、ありがとうございます。喉の調子を健康にするためにやってることある？やっぱり加湿ですね。冬は加湿に限ります。今も加湿器焚いてるけど、基本はこう喋る時や、まあ、寝る時とかは絶対つけてる加湿器。スケさん、カクさんありがとうございます。おさっぴーさん、キラキラ星ありがとう。コロボ、あ、11時になったって。明日のお昼に雪の予報、そっちは夜に降るかも。あ、本当？昼に雪降るの？コロボ気ぃつけてね、寒いの。おやすみ。竹山メイツさん、フルだ、やった、ありがとう。今日も奈良市のじゅんさん、こんばんは。じゅんやさん、フルだ、ありがとう。じゅんやさん、お、たかひろ、ちょっとお久しぶり、ありがとう。さとしさん、今日で1100回訪問なんだ。ありがとうございます。毎日早いね。こえぽんさん、フル、今日もありがとうございます。え、ずんだサイダー入手したの？え、飲んでみ飲んでみ。でもずんだサイダーはね、あの他のちょっとヤバげなお供に比べたらもう全然飲めるよ、ずんだは。そうなの。カーマインさん、いらっしゃい、ありがとうございます。エイジさん、フル、ありがとう。エイジさん、お、スターダスト多い。無限ループがずっと続いて、クラインの壺から抜け出せない。アイロスマイマイ、夜を飛び越えて僕を迎えに来てよ。3000光年の遥か向こう。ありがとう。ありがとう、お猿さん、そう言ってくれて。ありがとう。ローマ字のマサさん、音符ありがとう。猫さん、猫ニコ番、ありがとう。今日もダイさん、抹茶王国さん、ありがとう。たかひろ、スノボいいな。あ、あるよ、やったことあるけど、本当にもうセンスがなさすぎて、もう本当に周りに激突して、もうやらんもうやらんです、申し訳ない。あれ、もう誰もいない雪山とかだったらいいけど、ちょっとね、あの人気のとこにはいけないわ、あれ。こしさん、フル、ありがとうございます。光る流れ星に届け、きっと毎日がハッピーデイズ。ありがとう。リュウさん、フルダン、ありがとう。リュウさん、ポカポカコーヒー飲みながら配信見るのが至福の時で、でもそのまま寝落ちすると切ないだって。あ、嬉しい、そう言ってくれて。
そうかそうか、寝落ちはね、あれか、風邪もひいちゃったらいかんし。おなんかじゃあこの配信で何回かこう叩き起こす時間みたいな設ける？寝てる人起こすみたいな、起きてとか言って30分に1回ぐらいやろうかこれ。おそらちゃんありがとうございます。あまとうさんフルありがとうございます。今日もお、イヤの粉引き粉引き歌2番。矢のかずら馬車ゆらゆら揺れど、主と手を引きゃ怖くない。ありがとう。これ2番だよ、小引き歌の。カノンさん、奥様いつもフルありがとうございます、嬉しい。ダーシャーさん、ダルマレンジャーありがとう。コエポンさん、サイリウムありがとうな。抹茶王国さん、めっちゃ来てくれとるよ、ほんといつもありがとう。アンジョビオレさん、嬉しい、ありがとう。ブラッチさん、フルありがとうございます。あなたのキスを数えましょう。あなたのキスを数えましょう、一つ一つを思い出せば誰よりそばにいたかった。ありがとう。ちょっとしかわかんないな。ゆいさん、こんばんは、ありがとう。ローマ字の、そう、ハロメタルらしいね、ギャオが終わっちゃうってね、3月で。そうなのよ、悲しい。かつみさん、いらっしゃい。りゅうさん、ハートありがとう。キャンマのりたまフルありがとうございます。さとしさんに、一部と全部。すべて知るのはとて無理なのに、僕らはどうして、あくまで何でも征服したがる、完璧を追い求め、愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに。ありがとう、一部と全部。スランプくん、いらっしゃい。お、おさぴーさん、フルだわ、今日もありがとう、ありがとう。りゅうさん、ハート今日もありがとう。よいしょ。あ、ひろぽんさん、ぜひぜひ、今日は夜遅くにありがとう、来てくれて。あ、おばばさんだ、おばばさん。ぬぬぬぬぬ、天使の奥間ありがとう、ぬぬぬぬぬ、ありがとう。お、ようちゃん、フルーありがとうございます。天体観測？見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ、静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ。お、これもちょっとだけわかる。ファントムさん、音符ありがとうございます。なんだこのポッピーな曲は。抹茶王国さん、プチありがとうございます。最近ひなほさんのひなほの初恋サイダーずっと聞いてます。ひなが歌ったやつどんどん覚えてく。嬉しい、ありがとう。初恋サイダー最近歌ったやつだね。ありゃ、ありがとう。マサさん、フローありがとうございます。明日から5連勤なんだ、ファイト、よしんこです。
しんじさん、フル。ありがとうね、今日もしんじさん。何キラさん、明日午後から仕事で東京行きます。大好きなたい焼き屋さんに寄ってから帰りました。ってどこにあるんだろう。え、明後日の方がもっと寒い。おわた、バンクバさん、明後日の方が私外いるんだけど。おわた、そうなんだ。きなこいさん、いらっしゃい。数ヶ月前にとあるスタジオで撮影あったって言ってたの。乃木坂さんのバイトルのシーン。あ、そうなの。ほえー、そこに行ったってこと。きなこいさん、しんじさんのフル読めとたか。今読んだね、ありがとうしんじさん。さといさん、こんばんは。1100回だって、さといさん。え、嘘、桜さんに雪降ってたんだ今日。なんか明日も降るらしいよ。虹色さん、尊い、ありがとうございます。猫さん、神、ありがとう猫さん。お、トゲフル、ありがとうございます。首振りダンスの正解は誰のなのって、新しい学校のリーダーズさんだよ。あのグループというかアーティストさんです。そう、お手本にしたやつがね、あの私の投稿の右下のなんだろう、音源ボタンみたいなポチッと押したら本人の動画に飛びます。本人の動画というか音源に飛ぶ。ぜひ見てみてね。コーヒーは豆から立てるの。そうだね、お家帰ったら、あの、あ、実家の方のお家帰ったらハンドミル買ってて、ハンドミルでコーヒー豆ひいて飲んでました。美味しいよね。抹茶王国さん、カウントありがとう。おもうまい店っていうテレビ、松山出てたんだ、嬉しい。どうもあっという間だよ。のぶさん、おやすみ、ありがとう。大工さん、カウントとフル、ありがとうございます。自己紹介コーナー、はい、竹山 3.5 竹田ひなほです。 TikTok ではひなぽです。最新のイベント情報を言っていきます。2月3日に下北沢で、あの竹山 3.5 今年初のライブがあります。まだあの配信とかもチケットで、配信チケットも、販売中ですので、ぜひ会いに来てくれても嬉しい、配信で見てくれても嬉しいので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。一番は会いに来てくれると嬉しいな。そして、あと2月19日に決定しました愛媛でのファンミーティングイベント、私の聖地、愛媛でファンミーティングのイベントを行います。あの東京でも1回ファンミーティングしたんですけど、それの愛媛版、まあ、新年会みたいな感じですかね、まあ、2月だけど、ぜひぜひお待ちしてます。そちらもあのそのファンミはファンクラブの方限定なんですけどね、ファンクラブもありますので、ご興味ある方はぜひ。このあと TikTok 配信もやる予定なので、ぜひお待ちしてます。ありがとう。マサさん、セミ、マサッピーさん、ごめん、マサッピーさん、セミ、ありがとう今日も。お、ピコットキャトラミコさん、ありがとう。ミミックさん、いらっしゃい。アントワヌさん、フロー、ありがとう今日も、嬉しい。ひでゆきさん、流れ星。おさっぴーさん、音符。エイジさん、レインボースター、ありがとうね。宮内さん、完熟ヴァンパイアさん、ありがとうね。スタバの新作フラペチーノのチョコ味とても美味しいね。ひなごちゃんも飲んでね。え、飲みたーい。あ、というかあれまだ飲んでないな、スタバの新作のブーケティーラテみたいなやつ。お、
がとう。天使のお米いただいたわ。タケノコを集めてひなほさんがぶつかっても大丈夫なようにしてひなほさんに滑ってもらおう。いやいや、さらにさらに申し訳ない。それみかんねおさんいらっしゃい、ありがとうございます。おさぴーさん、うま、ありがとう。あまとうさんもうま、ありがとう、嬉しい。おさぴーさん、ハート、やった。目覚ましひなボイス普通に欲しい。起きろってやつ本当？目覚ましボイスに使いますで。おだっちさん、あら嬉しい、ありがとう。あまちゃんさん、レインボースター、ありがとうございますダイさん褒めてくれてる、ありがとう、嬉しいな。はじめさん、こんばんは、ありがとう。ブラッチさん、ラブタオル、ありがとうございます。ローマ字のマサさん、キラキラ。ブラッチさん、ラブレター、ありがとう、ありがとう。ハラメタのフロー、ありがとうございます。木梨の会はひろみさんかやぶきさんの YouTube でやるらしい。あ、見た見た、それも。そうね、楽しみだね。それもやぶきさんの YouTube で見れるってすごいね。おさっぴーさん、音符、ありがとう。小太郎さん、フル、ありがとうございます。今日も乃木坂46の曲をきなこバーで。むず、じゃあ美しい。カリタン、カウント、ありがとう。おさぴーさん、花束、ありがとうございます。確かにいろんな幅だね、底辺生活さん。ノーさん、レインボースター、ありがとうございます。からさん、音符、ありがとうね。ブラチさん、そう言ってくれて嬉しいわ、ありがとう。ようちゃん、音符、ありがとうございます。ありがとうに結婚してめっちゃもらってる、ありがとう。初恋ずんだサイダーなんか一気になんかなんというかなんかちょっと違うやん、それは。初恋サイダー、初恋ずんだサイダーって。本当、さとしさん嬉しい、そう言ってくれて。うわー、虹色さん、やだー。あさって朝凍結してるかも、だから気をつけてね、だって。本当にやだー。なべちゃんさん、なべちゃんさん、ありがとう。あみまさん、いらっしゃい、ありがとう。お、ゆっきーさん、おめでとう。 SS プラスランク取れました、だって。私も最近ウマ娘やっててね、今 UG の6まで行きました。 UG6 が最高だな。 UG 取れるように。あ、でももう私ほとんどね、あのカード、サポートカードはね、金のやつでやってるから、なんか無課金にも優しいよね、ウマ娘って。ようちゃん、神、ありがとう、神。わらじさん、わらじさん、こんばんは。あ、待って、こんばんは、あの、にーはお。ありがとう。枝豆さん、ありがとうございます。まささん、ハート、ありがとう、今日も。あ、やっぱり、ちょっと終わってこう。ワンガンさん、フル、ありがとうございます、ワンガンさん。あ、知ってる、知ってる。めっちゃ見てるよ、それ。鬼レンちゃんって番組。あれすごいよね、それ。あの緊張感の中、音程1音も外さずに歌うっていうのもすごいし、でモノマネでね、あの歌われてる方もいるから、その似せながら歌うってめちゃくちゃ難しいと思うんですけど、すごいですよね。お母さん、
ミウピーさん、あら、アイスいただいとる、ありがとうございます。嬉しい、のんびりしたいねさん、ありがとう。きなこしさん、やばー、そんなとこに遭遇してたの。乃木坂あ、オカムさん、ほぼフル、ありがとうございます。あんなに寒かったのに、なおちゃんの配信見てたらポカポカ、え、よかった。いや、寒いよ今日は。でも、お、底辺生活ありがとう、西を見てくる。アメマさん、プチありがとう。今日もドワーフさん、お晩です、今日もありがとう。新年会、そう、ちょっと遅めのね、新年会ですよ。ちょっと痛くなってきたから外そう。めっちゃ後ついてる。あら、なんとあまちゃんさん、天使のおくまいただいてた、ありがとうございます。あまちゃんさん、天使のおくま、ありがとう。ありがとうございます、あまちゃんさん。ぬくもりさん、震えましたぜ、姉貴、サンキュー姉貴。ありがとう、フル、くもりさん。なおさん、にいさんさん、レインボースター、ありがとうございます。うん、キラさん、ホットで飲みたい、ブーケティーラテ。シャラクさん、いらっしゃい。若いさん、かわいい、ありがとう。カリタン、2週だ、ありがとう、嬉しい。あ、そうなんだ、小太郎さん、ショックだね、卒コン外れたって言ってる。ブラッチさん、神、ありがとうね、ブラッチさん。うん、ミーパパさん、これからもよろしくお願いします。マサさん、サイリウム、ありがとうございます。宮崎のおじちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。どうだろう、小太郎さん、19時15分到着、間に合うかな、何時予定だったかな。花からさん、花玉、ありがとうございます。ありがとうございます。本日55名様のフルなのか、たくさんいただきありがとう。のりたま告知もありがとうね、今日も。ドワーフさん、神、ありがとう、神。ワンガンさん、クマのサイリウム、ありがとう。カツオさん、いらっしゃい。ハナカラさん、キラキラ、ありがとう。そう、どっちも姉貴になっちゃった、あのくもりさん。ベイスさん、いらっしゃい、ありがとうございます。いや、そうなのよ、あのリコリスリコイル の、 あの4日ぐらい前に出した動画ですかね、あれがね、すごい伸びてくれてて、もうすぐで200万回再生です。ありがとう、本当に嬉しい。よいしょっと、いや、よいしょよいしょ。じゃあちょっと今日の音もいこうかな。今日の音もすごい可愛いんだけど、これカルピスソーダのキュンとするイチゴ、キュンってするんだって、これ見て、これかわいい名前、キュンとするイチゴだよ。甘酸っぱいイチゴソース、なんかさ、しかもね、ここになんかほらハートマークついてて、え、ラベルの裏面にカルピスソーダの思いを記載してます、だって。あ、じゃあこれちょっと飲み切ったらここ見えてくるんだ、なんとおしゃれな、しゃれたことしとるで。うん、おいしそう、匂いが。
フラ。え？何？なんて？わかんない。え？なんて書いてるのかわかんない。おいしい。ちょっと甘酸っぱいんだけど、これぞ初恋サイダーじゃない？これ初恋のような味がするわい。よくわからんけど。しかもなんかおじいさんみたいな語尾になっちゃったけど、おいしい。あ、ごめん。みんな、あの、みなんの衆、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。これね、フラほにゃららいてねって書いてるんですよ。あ、こっから見たらいいのか。あ、振らないでねだった。難しいよ、振らないでねかい。早く寄ってくれよ。しかもそれ開ける前に知りたいよね、これ。めっちゃ面白いんだけど。じゃあ今日もランキング読みして終わりたいと思います。そう、注いだ後に、じゃあ2本目を飲むときはそうするね。トゲ、それや、トゲ、初恋だから振らないでとかけてるんだ。私を振らないでと、振らないでをかけてるんだ。すごい、なるほど、深い。よし、ではちょいちょい、今日は調子が悪い日なので。このままランキング読みしようかな。ごめん、このまま今日はランキング読みするね。13位、虹色さん、ありがとう虹色さん、までありがとう。12位、お、ファントムさん、ありがとう、いっぱいいただいてありがとう、今日もありがとうね。11位、私は花からさん、やった、ありがとう花からさん、嬉しい、今日もありがとうございます。ダーシャハさん10位、ありがとう、嬉しい、10位ダーシャハさんだ、今日もありがとう、嬉しい。9位、ピルクルだ、ピルクル、ありがとう、嬉しいです、今日もありがとうございます。8位、ローマ字のマサさん、やった、マサさん8位、今日もありがとうございます。たくさん、ラッキーセブン、お、ナオさん7位、ありがとう、明日はいい日になるぞい、ラッキーセブン。6位、コエポンさん、ありがとう、今日も誕生です、嬉しい。そして5位、お、若いさん、ありがとう、今日も嬉しい、5位だよ、たくさんありがとう。そして4位、おばばさんだ、おばばさん、ありがとう、たくさんいただきました、ありがとうございます。そして3位、あぼん、あまちゃんさん、あら、すごい、たくさんありがとうございます、いただきまして、嬉しい。そして2位、あぼん、ワンガンボーイさん、やった、2位です、ありがとうございます、あ、たくさんありがとう。そして今日の第1位、あぽん、おさぴーさん、
よー、ありがとう、1位だよー、たくさんありがとう、嬉しい。2602名様、あら、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということでですね、今日もちょっと一曲歌って終わりますので、何でもリクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。今日もありがとう。あら、待ってよ、ポサウルスさん、はじめましてかな、こんばんは。筆ペン、ボールペン、初恋サイダー、最近歌ったからな。ございます、つぼみ、どうぞこのまま、片思い、お、片思い、青春コンプレックスムーンライト伝説、いい日旅立ち、マイレボリューションね、命は美しい、アライブ、いつか、君の知らない物語、プリンセスプリンセスのダイヤモンド、白いパラソル、君煩い、見わずらいいね。コバさん、はじめまして、ありがとうございます。コバさん、オンリーマイレールがいいね。小枯らしの二人、カラクリピエロいいね、デパーチャーズいいね。花の塔、イノセントワールド、ポケットからキュンです。え、おばさん、痛い、つった、君わずらい、喝采、ワンダフルデイ、私は最強、オースさんいいね、持ってけセーラー服、はーい、マイさん、せい、そりゃポニってことかい、チヨスノハレいいね、雪の花、君の知らないもの、鳥ちゃんさんありがとう、なんでもないやー、別の人の彼女になった、ひまわりの約束、あの夢をなぞって、冬のファンタジー、人として浮気されたけどまだ好きって曲、ギルティクラウン、冬が始まるよ、スパークル、決めますね、コーリン、お、高木さんバージョンの奏でいいね、いいですね、充電器さしちゃって、じゃあ、うん、今日は
きしめたんだ。君がどこにいたって僕の声で守るよ。君が僕の前に現れた日から何もかもが違く見えたんだ。朝も ありがとうございます。今日は高木さん、あ、からかい上手の高木さんバージョンの奏ででした。リクエストありがとう。わ、速道亭さん、のりたま、おさぴーさん、のりたま、りゅうさん、のりたま、あいしんさん、わかいさん、速道亭さん、のりたま、うわー、たくさんミラボーありがとうございます。嬉しい。おさぴーさん拍手もありがとうね。あ、待って、虹色さんラブタオルね、めっちゃくれてたよね、ありがとう、ラブありがとう。 CCD さん、花からさん、お、としさん、おさぴーさん、ありがとうね。しんいちもありがとう。それでは今日も遅くまでありがとうございました。この後ちょっとだけ TikTok 配信もしようと思ってるのでお待ちしてます。おやすみ。ありがとう今日も。